おはこまちゃん、さくさんです。本日はこちら、ババーン、デュエルマスターズの20周年超感謝メモリアルパック技の賞、英雄戦略パーフェクト20ワンボックス開封していきたいと思います。はい、こちらはですね、今トップレアはカットくんの戦略パックに入っている、5000タイプ R っていうカードですね。そちらをまずは絶対に当てたいと思います。そしてやっぱ再録のティザスターデドダム、そして個人的に気になってるカードはバサラの戦略パックに入っているディーンの侵略クリムゾーンっていうカードもちょっとゲットしたいなと思っております。早速開封していきましょう。はい、開けていきたいと思います。16パックですね。今回は中に入ってる5枚はどの戦略かによって確定で入っているので、ちょっとドキドキしますね。さあ、それでは見ていきたいと思います。ドキドキするなぁ。いきますよ。よいしょ。おー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 、いきなり来た。これデュエプレから逆輸入されたカードと噂のザークゼボル。これね、デュエプレで私も使ったことあるカードですね。はい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 、デスフェニックス、かっこいい。墓地進化ですね。あ、ヘビーショ、そしてメタル、そしてポッポジビラ、ほい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 、ハートフルピア。おお、これミミちゃんの戦略パックですね。お、クロスギア。私クロスギアのギミックはまだ使ったことないので、これもちょっとやってみたいですね。はい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 。おお、かっこいい。侍ですね。信玄。かっこいいな。ほい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 。ああ、超新のギューターペガサス。これはあれかな、ジョージのパックですかね。あ、ケンジキングダム、ケンジパンダネルラの方も私デュエプレでね、何回も見たことあるから、このキングダムになっているのがね、すごいかっこいいですよね。あ、もうこれめちゃめちゃ使いますよね。もうすごい再録がとても嬉しいカード。あ、デスマーチ、これも私すごいストレージで何回も探したことある。ほう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 。そして、あー、来たー。これが来たということは、あのパックだ、ジェンドルの戦略バッグ。ちょっとゆっくり行こう。はい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 。告知包合。そして、きたー！ディザスターレドダム、やったー！ありがとうございます。いや、嬉しいですね。このね、今までなかなか手に入らなかったカードがこういう風にね、バッグから出るっていうのは嬉しい。あー、双竜の大地もね、よく使う。そして、師匠の遺跡、これもね、いいですね。あ、ボルシャク霧のドラゴン来た。これ勝負くんの戦略パックですね、きっと。あ、これボルシャクバルガ、 DHUBE さんでも紹介されてましたね。この19マナっていうすごい珍しいマナのカード。そして、おー、竜世界、これかっこいいですよね。この色、この反射の色がかっこいい。はい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 、かっこいい。そして、あ、やったレマン。ということはこれはジョーくんの戦略パックですね。ジョニーザ、ジョニーザダッシュ、かっこいい。切り札集を持っているジョニー、かっこいいな。いやー、いいですね、切り札集の戦略パック。はい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 。そして、おー、私も来たね。来い。おー、マニフェスト、これはね、キャップくんですね。キャップくんの戦略パックだ。なるほど。はい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 。いや、カッタくんのねパックがぜひ来てほしい。来てほしいよ。ドキドキするよ。はいはいはい。キユリね。おー、なるほど、鬼札、なるほどです。いや、かっこいいな。このジャオーがめちゃめちゃかっこいいですよね。ガードストライクも持ってるっていう。いや、かっこいいな、これ使いたいな。覆面移動し、いやー、ちょっとドキドキするよ。ちょっと待って。はいはいはい、鬼寄せ。そして、お、ツインパクト来ましたね、美濃神。いやー、ドキドキする、ドキドキする。はい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 、なるほどですね。ほいほいほい。あー、本玉もすごいよく使うカードですよね。そして、ファイナルトラップ。ほうほうほう。あー、ミラなんて、これかっこいいですよね。スーパーフューチャー、かっこいい。私革命チェンジすごく好きなので、これめっちゃかっこいい。マジでかっこいい。やっぱりその
ネットに出てるこのカードを見るのとこの実物のカードを見るのとでは全然違いますよね。いいな、エメラルダからの、おースクリームチャージャーということは黒城の戦略パック、おーバロム派です、バロム派ですって言ってるみたいな感じしますよねこれ。あ、バローからのディスカールして、はいはいはい、やばい少なくなってきてるぞ。おお、ほう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 、ボルツくんの戦略パックいいですね。マジボンバーを持ってるのすごい好きです私。はいはいはい、リボーチュリス、ダチッコ、ダチッコめっちゃ可愛いですよね。ここら辺ガガガガイアールブランドとかにね使える再録がすごいたくさん入っててめっちゃいいですよね。おー来た無限クライム、なるほどね。あ、ガルガランザーク、これムーちゃんがねきっと使うと思います。ギャップドゥいいですね。エアーボ、ここら辺の再録もすごいいいですね。はい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 、やばいめっちゃもうねあとがね残り2パックぐらいな気がするよ。お願いします。ほうほうほう、なるほどなるほどなるほど、ちょっと待ってなあ、ドキドキするんやけど、いや落ち着け、これはねキラ君のパックでございますね。竜奏者バーナイン、サーファーインザスカイ、このギャラクシールドも YouTube さんの動画でこうやってるのを見た時にめちゃめちゃ面白い能力で使ってみたいなって思いました。やばい残りが少ないです。次次来てくれ、クスタルス、ちょっと待って、えこれ最後のパック、あ最後じゃないわ、まだ最後じゃないですね、最後じゃないわ、はい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 、ドラグシュートチャージャー、ボルメテウスブラックドラゴン、かっこいいですね。フォーエバーオカルト、最近ねあのオカルトリンネとしてまたね使われてますよね。しょ、ほうほうほう、ジャックポットエントリー、おお、えちょっと待って、これ最後やん、えちょっと待って、これが出てしまったってことは、はあ、でもステゴラがいいですね。うわー光線タイプあるなし、しかもバサラのパックも出てない。はい、ということで、ワンボックス開封終わったんですけど、まあ、デドダムはね出てすごい嬉しかったんですけど、狙ってたねあの5000タイプ R も出なかったし、なんならあのバサラのパックも出なかったし、ちょっとこれは悲しい結果でしたね。でもねすごい使えるカードの再録だったりとか新しいカードもめちゃめちゃいっぱい出て、これからね新しいデッキたくさん組みたいなと思いました。またこのチャンネルでこのボックスね開けることがあると思うんで、その時に開けたいと思います。ということで、評価、チャンネル登録、 Twitter、Instagram、サブちゃん、くるみチャンネル、その他のチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ、次は当てたーい。